東京都に大雨警報が発表されました。東京都品川区に大雨警報が発表されました。東京地方では今日の夜遅くまで低い土地の浸水に警戒をしてください。ではいただいたリポートです。こちらは東京都江東区、一気に降り始めた雨で水たまりができました。豪雨レベル、時折雷鳴も聞こえますといただいております。東京都内でもあちこちで雷雨となっております。短時間の強い雨による道路冠水に注意警戒をしてください。現在の雨雲の状況を見ていきましょう。東京都心などでも活発な雨雲が激しい雨をもたらしております。周辺の皆様からザーザーゴーといった激しい雨のご報告をいただいているんですが、今後の雨雲の動きですね、こちら見ていきます。お天気アプリウェザーニュースの雨雲レーダーです。この後雨雲は東に位置をずらしながらですね、進んでいく予想なんですが、次から次へと新たな雨雲が広がる可能性があります。今後も強弱を繰り返しながらの雨、夜遅い時間帯まで続きそうです。詳しい情報はこちらお天気アプリウェザーニュースからご覧ください。